ありがとう。わざわざ来てくれて。本当言うとね、智子に写真見せて別人だって分かった時、ちょっとホッとしたっていうか、嬉しかったんだよね。初めて会った時、絶対そんなことする人とは思えなかったよ。その割にはかなり派手にやってくれたよ。あれは勢いだよ。こっちもかなりテンパってたから。ごめんね、痛かったでしょ。私部活で体鍛えてるから。部活って何？ゴルフだよ。子供の頃からずっとやってるの。へえ。試合とか合宿とかいろいろあって、夏休みでも練習のスケジュールがびっしりなの。だからどうしても群馬に行けなくて、来てくれて本当に嬉しい。父親に言われて始めたゴルフだけど、サボるとうるさいから。へえ、なんか俺と境遇似てるかも。俺も中学の時からほとんど強制的に運転教え込まれて、昔は嫌で喧嘩とかもよくしたけど、いつの間にか自分の意思で走るようになっちゃってるんだよな。その感じよくわかる。私もしょっちゅうパパと口喧嘩してた。でも今はゴルフが生活の一部になっちゃってるんだよね。なんだか似てるね。